Coming for Peace。ハミングピースの応援ライブをさせていただきます。いつもありがとう。勇気ももらってますね。本当にありがとう。嬉しいです。もうね、今聞いてくださって皆さんご存知かと思うんですけれども、今週の土曜日10月10日の朝10時からハミングピースという鼻歌で世界平和を願う活動をゆきがすごく頑張っていて、それをすごく広く広めようと毎晩毎晩ライブをやってらっしゃるので、それを今日私は応援したくて、ユッキーがね、普段自分では語らない奥底にある思いをですね、私が聞き出しちゃおうと思って今日のライブを計画しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 ありがとう。やこちゃん毎日寄せてますって。嬉しいよ。今日はね、30分ぐらいを予定しようかなと思っていて、やっぱり最後に今日もユッキーに歌を披露していただこうと思うんで、最後まで楽しみに聴いててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかくなので、私がなんでこれをユッキーと一緒にやってるかっていうご紹介をしたいなと思います。ユッキーと3年前に初めてやって、その時からですね、ユッキーは歌のない曲で世界をつなげて世界平和を願いたいんだって言ってたんですよね。それがもう3年前なのにすごく私はよく覚えていて、はあ、そうか、歌で世界か、とか思ってたんですけど、それがね、この3年の間にここまで息が本当に形にするなんて、すごいなーって思って、もうぜひ応援したくて、今日のライブを企画しました。そう、この間にね、息はね、もともと3年前 OL だったのに、自分のライフワークが歌だと気づいて、そこから歌手になって、オペラやミュージカルも出て、それから、千の風になってでおなじみの秋川さんが優勝されたカンツォーネ大会で特別賞を受賞しました。あれもう何年前ですか、ゆっくり。あれもう2年前ですね。はい、すごい、あの時は歌でとか言って始めますとか言ったくらいだったのに、ね、私も応援、応援に行っても感動したのをね、今でも覚えてます。ということで、ゆっくりの夢は人の声で人が癒される世界を築くということで、その実現に向けて大きな一歩を今週の土曜日にユッキーがしようとしています、うん。ハミングピース活動ですね。はい。なので、それを今日はいろいろと聞いちゃおうと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ユッキーはね、新月の翌日ですよね。ライブを毎日始めたのが。ちょうどね。で、すごい素敵な歌と鼻歌を最後歌ってるんですけれども、いつもどんな気持ちで歌ってるんですか？今、ドキドキと不安もちょっとあったり、あと一番大きいのは願いですね。大人になるまでこの指止まれって言ったことが一度もなくてですね、誰か一人でも来てくれるのかなってすごく不安だったんですね。で、本当集まってくれたみんながこんなにたくさんいてくださることがすごく嬉しくてですね、今はドキドキっていうのは10月10日に言い出しっぺの私がこうみんな楽しんでもらえるイベントにできるかなっていうこととか、でもその中で一番大きい願いっていうのが、命をかけて一生涯続けていきたいものだから、人の声で人が癒される世界っていうのを築けるまでこの活動がみんなに飽きられることなく一緒に歌ってほしいっていう願いで毎日配信してます。素晴らしい。でもね、ユッキーのこの指止まれが一人じゃなくて、うん、今もう100名近く、95名ですか、今日の段階で。そんなにいるんですよね、うん、ものすごい素晴らしいことだなって思います。ありがたいです。みんなのおかげです。本当に。で、この大きなイベント、国連世界宇宙週間の最終日になるイベントなんですけれども、うん、あと6日、10月10日まであと6日ですね。そうですね。なんか今準備も大変なんじゃないかなと思うんですけれども、どんな感じでやってらっしゃるんですか？うん、もう実は、このイベントが決まったのは数ヶ月前なんですね。で、人生をかけて一番やりたかったことだったっていうことと、世界初の試みだからこそ、
どうやって行ったらいいのか全くわからなくてですね、1ヶ月前ぐらいからずっと足が止まってたんですね。もうどうしようって、全く動けなかったんですね。で、そこで千葉翔子ちゃんにコーチングしていただいて、このままでいいんだよって、ユッキーは今のタイミングっていうのを、ベストタイミングを選んでるから、このままでいいんだよ。なんか早める理由っていうのはないよねっていうことを教えてくれて、あ、そうかと思って、自分のペースっていうのを思い出したんですね。そしたら周りの友人がたくさん力になってあげるよって、今回の参加者さんの半分以上の方が手を挙げてくださって、今やっと形になってるんですね、あと6日で。今決まってるのが、当日実は国連世界宇宙週間の実行委員長さんがご挨拶してくれることになりました。素晴らしい。ね、嬉しいです。すごいですね、実行委員長さんが来てくれる、はい、なかなかないことなんじゃないですか。あ、逆だ。ね。本当ですね。本当にお忙しい方で、しかも最終日なので本当に大切な日なのに、こうやって参加していただけるなんてもうとっても光栄ですね。すごい。さらにね。素晴らしい。95名の優しい声が10月10日に集まることも決まってて、うんうん、もう本当に幸せな気持ちばっかりです。本当に嬉しいです。この活動でね、ホームページも一気作ったんですよね。うん、今ね、ちょっとアコちゃんが上げてくれたんですけど、こうやって。あ、本当だ。もう、この、すごい。イベントに関するホームページも作ったので、ここにね、ぜひもうちょっと詳細とかもあるので、ぜひ、見てね、ぜひ応援したいっていう人がいたらね、お申し込みしてくれたらなと思いますね。すべてね。はなくてもいいし、もう一緒に寄り添ってくれるだけでもいいです。とにかくその同じ気持ちって寄り添ってくれればっていうことなんで、本当にね、素晴らしい活動だなと思うので、皆さんでユッキーのことを応援したいなって思っています。うん、嬉しいです。はい。ね、本当。で、その国連世界宇宙週間っていうのは、私は実はユッキーが聞くまで知らなかったんですけど、これはどういうことなんですかね。そうなんです。私も実は去年まで全く知らなかったんですけれども、これですね。世界で初めて人工衛星が打ち上げられた10月4日から1週間を国連決議で決められた国際週間って言われてまして、実は去年は全世界で1万イベントがこの1週間の間に行われてるんですね。世界で言うと、そうなんです。世界でいうと96カ国の国がこの1週間の以内にイベントをこんなにされている、世界ですごく盛り上がった国際週間なんですね。で、日本ではまだまだ知っている方が海外に比べると少ないみたいなんですけれども、この国連世界宇宙週間イベント、どんどん私の活動からですね広められるようにできたら嬉しいなとも思ってます。すごい。そうなんですか。うん、じゃあ、世界ではものすごい知られていて、1万もイベントがあるけれども、うん、日本じゃまだそこまで知られてないっていうことは、このユッキーの活動を通して、大勢の人が、この国連世界宇宙週間について知ることになるっていうのも、それすごい役割ですね。そう考えると。嬉しいです。実はこの国連世界宇宙週間イベント自体が、どんなコンセプトで立ち上げられたかっていうと、宇宙から地球を見ると、私たちには国境はありませんよね。私たちを隔てるものはありませんよねっていうビジョンを伝える国際週間なんですね。なので、このハミング・フォー・ピース、言語を使わずに、世界中の人が一緒のステージで一緒に歌い合うっていうコンセプトと全く一緒だなと思ってます。確かに、すごいですね。ね、うん、ね、それで、ですね、この国連世界宇宙週間の関係する方と、たまたま偶然、ユキは知り合ったんですよね、うん、確か。そうなんです。私、去年1年間ですね、毎月、交流会とパフォーマンスイベントを兼ねたイベントを主催してまして、そこに国連の方と国連世界宇宙週間の実行委員の方がですね、来てくださったんですね。参加者として遊びに来てくださって、
その方はパンゲアっていう会社の根木沢さんという方なんですけれども、その方自身もですね、会社名パンゲアっていうんですが、もともと地球は一つの大陸でつながっていたよねっていう意味が込められた会社名なんですね。そこも共鳴してこの国連世界宇宙週間のイベントにつなげてくださいました。そうなんですね。なんか今聞いて思ったんですけど、ハミングピースってこうパズルのピースじゃないですか、うんうん、で、地球ももともと一つの大陸だったのが離れていったから、ある意味こうピースみたいな形で、うん、それをつなげるみたいな、そういうなんかこうつながりみたいなのまで今感じたんですけど。本当ですね、うん、素敵、すごい。私もそのビジョンを見てて、これ見えるかな、うん、あ、本当だ、ピースがある。地球のパズル。うん。がこう手をつないでるような感じで思っていて、この名前にしました。本当だ、はい。じゃあせっかくなんで、このハミング・フォー・ピースについて、2つのピースが、思いが込められてると思うんですけど、それについてももうちょっと聞いてもいいですか？はい、ありがとうございます。このハミング・フォー・ピースっていう活動の名前はなぜつけたかっていうと、実はメンターの本田健さんが名付けてくださったんですね。このハミングで世界を平和にするっていう意味なんですけど、このスペル、実は2つの意味が込められてまして、ハミング・フォー・ピースのピース。ピースはですね、見えるかな？一つは、この平和のピース。そして、あなたは欠けてはならない大切な存在なんだよっていう意味の軸層パズルのピースの意味ですね。この二つの意味を込めて、この名前、ハミング・フォー・ピースって言ってます。実は、このスペルの違いがですね、A と I で、間に愛があると思って感動してます。そうなんです。この意味でハミング・フォー・ピースっていう名前にしました。すごいぴったりですね。なんか本当にこういろんなこういろんなピースがつなぎ合わさって、この10月10日のイベントに、例えば先ほどのね、その去年1ヶ月に1回やっていたイベントとの出会いだとか、すべてちっちゃなピースが一つ一つつながって、この今週の土曜日の10月10日につながっているんだなっていうね、感じがね、すごくしました。すごい嬉しい。本当ですね。すべて必要だったんだなって。本当ですね。私がさっき言ったように、ユッキーと初めて出会ったのは3年前なんですけれども、それの時もすでに、このハミングで世界をつなげるんだってずっと言ってたのをすごく覚えていて、で、やっぱり3年経った今、どんな風にユッキーの心の中で変化とか進化が起きたんですか？そうですね。3年前、そうですね。3年前実は私 OL をしてたんですね。その頃、いじめられた経験もあって、人前で喋ることとか、人前が大の苦手だったんですね。で、本当に目立つことを避けて生きてきたので、まさかこの歌手活動に行くとは思ってなかったんですが、昔から一つの願いはずっと変わってなくてですね、もうどんな批判の矢が刺さってきても、私が一度ハクチュームで見た世界中の人たちがですね、腕を組んで一緒に鼻歌を歌い合う中で、お互いの平和を祈り合うっていう世界をハクチュームで見たんですが、あの世界を叶えたいっていう気持ち一心で、歌のスキルも知識も経験もない中でずっと頑張ってきたんですね。もう思いは3年前と全く心境は変わらず、絶対に人の声で人が癒される世界を築くんだっていう気持ちだけで今もずっとやってきました。素晴らしい愛ですね、うん、今ね、皆さんコメントで愛とか愛とか、地球は一つだね、皆さん書いてくれてますよ。本当ありがとうございます。素敵なキーワード。ありがとうございます。本当に。10月10日当日はどんな風な感じのイベントになるか、ちょっとシェアしてもらえますか？はい、わかりました。実は一つ、リアルでは味わえない、ズームならではのお楽しみっていうのを考えています。じゃあそのお楽しみは今日は教えてもらえないんですか？お楽しみだから。
いえ、今日お伝えします。あ、嬉しい。2020年10月10日なんですが、この日は、実は1時間のイベントなんですね。オンラインで無料で世界中どこからでも参加できるイベントで、こうやってみんなズームでつながると、一人一人がピースのような形で面白い絵になります。そして最初30分は練習と説明をして、その後30分の間でみんなで鼻歌を世界同時に歌い合うっていうのをやります。この中で歌うのは約15分の間休憩を入れながらやるんですけれども、当日10月10日、パソコンで参加してもらって、できればイヤホン参加でしてもらって、お手元にスマートフォンがいるんですけれども、この状態で参加していただくと、世界中の人とオンラインでつながって同時に歌うことができるんですね。そして、ズームだと実はハモったりすることって難しいですよね。私、ハッピーバースデーを8人ぐらいで歌ったんですけど、全然合わなくて、もうあれ、はい、無理なんですよね、ズームね、あのタイムラグがあって。そう。全く一緒に合わせるっていうカラオケ自体もできないんですよね、今ね。そうなんだ。そう。なので、ここでみんなで、私のことをですね、支えてあげるよ、力になってあげるよって言ってくれた50名以上のチームがですね、すっごい面白いアイディアをあげてくれて、これを楽しみとして撮ってるんですが、ガイド音声を当日同時に流します。私の方からですね、皆さんに私とチームのみんなが歌っている声をガイド音声として流すんですね。で、皆さんは全員ミュートの状態で声がみんなに聞こえない状態になるんですね。その時にお手元のスマートフォンで録音をしてもらって、その自分の鼻歌だけを撮ってもらうんですね。で、そしてここからなんです。これを協力いただける方に、私の方にこのデータを送っていただいて、11月1日に皆さんからもらったこの録音データを、ズームで世界で同時に鼻歌を歌った映像と合わせて、世界が同時につながったハーモニーがどんな作品になったかっていうのをホームページで発表する予定です。これを、そうなんです。楽しみにしてもらえたらなと思ってます。そうなんですね。そのホームページはこのホームページですかね、このさっきあこちゃんが。そうです。そうですか。ホームページ、今コメントをあっこさんがしてくださってる。うん、ありがとうございます。これなんか確か一昨日ぐらいにさ、ゆきがホームページ今作り始めましたとか言って、言ったのに、もうできてるってすごくないですか？ありがとうございます。もうコメント入れてくれました、ホームページ。嬉しい。しょうこちゃんがインタビューしてくださるってことで、本当メインインタビュアーさんなんで、うん、絶対にちゃんとホームページ作ろうって思って、それがきっかけで作れました。嬉しい。そんななんか、そんなきっかけにもしなったんだったら、とってもとっても嬉しいです。本当です。なんか、ここにロゴ？うん。とか載ってるんですか、うん、今、うん、こうやってね、あ、すごい、そうそう、これがあのホームページのこれ、うん、QR コードだよね、確かね、あ、すごいですね、国連世界宇宙週間イベントのホームページこちらです、はい、ハミングフォーピース、もしこれ PC で見てたらこれをスマホでピッてやってればその URL も取れます。はい。はい。もうみんなで楽しみにしてくれてますよ。ほら、UDS さん楽しみです。とか、誰もが大切な存在、かけてはならない。いや、嬉しいですね。嬉しい。はい。でね、さっきもユキも言ったけれども、この国連世界宇宙週間のイベントは、今年限りじゃなくて、来年も再来年も、続けていこうと思ってるんですよね。だからまたね。そうですね。ねえ、これが今回は結構やっぱり日本の人がメインだけれども、これから世界中の人がどんどん入ってくれるといいなと思ってます。うん、最近なんか海外から の参加者がなんか増え始めたって言ってたと思うんですけど、その辺もちょっと教えてもらえますか？そうなんです。本当にびっくりなんですけれど、私が行ったことのない国、たくさんあるんですけど、行ったことのない国の方々からですね、なぜか、
私も参加しますっていうメッセンジャーのメールが来るんですね。なんでだろうってびっくりしてたんですけど、やっぱりみんながシェアしてくださっていることと、あとですね、Facebook ライブ配信を毎日続けていると、なぜか何かのキーワードでつながった海外の人にこうつながって、そこからのご縁だったみたいで、海外の方からも私も参加するよってメールが今たくさん来てます。本当に嬉しい。嬉しいですね。やっぱりこうやって毎晩ね、ライブ配信して素晴らしい歌声を届けて、うん、そこで癒しとか勇気をお伝えして、それがどん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 広がっている感じですね。嬉しい。ねえ、あもえちゃんもコメントありがとう。世界がどんどん繋がり始めてますね。すごいね。ワクワクするね。みんなワクワクしてます。嬉しい。はい。ではですね、もうあと残り5分弱なので、せっかくなんで、うん、ですね、ユッキーに歌を歌っていただきたいなと思います。ああ、嬉しい。はい。はいですね、今日も、当日、うん、そう、今日も当日、はい、みんなで歌う予定のオリジナル曲、祈り、はい、こちらをですね、ユッキーに歌っていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は10月10日は、今を生きるっていうことを大切にしようっていう記念日と、赤ちゃんの日といいまして、生まれてきてくれてありがとうっていう意味を込められた記念日の全く同じ日になってます。きっとこの日に10月10日、ズームでみんなで集まって、世界が同時に鼻歌を歌えるってきっと何か起きると思ってます。その時に2曲みんなで歌うんですが、1曲目はアメージンググレイス、2曲目は祈りという今日今から歌わせていただく歌になります。よかったら当日までに練習できるようにホームページの方にガイドの音声を入れてるので、みんなで練習してきてくださいね。今日もよかったら一緒に歌ってもらえると嬉しいです。まだ苦手なウクレレですが、一緒に歌いましょう。明日も一日鼻歌が溢れるような素敵な一日になりますように。じゃあ行きますね。ありがとうございます。私いつも聞いててね、ゆきがこのウクレレをチャランって言って笑わせるのがすごく好きなんです。なんかありがとうございます。楽しいなって思います。はい、ありがとうございました。素敵な歌声と素晴らしいお話を。本当にもう心に響きました。きっとね、皆さんの心にもすごい響いてると思います。なんかこんなコメントもありますよ。有山さん。すげえ世界や。ゆりえさん練習してます。素敵です。ねえ、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ちびちゃんの花歌大好き。ねえ。はい。ではですね、もうあっという間に30分過ぎてしまったので、最後にユッキーから皆様へ一言お願いします。はい。
本当に今日見ていただいてありがとうございます。つながったみんなは花歌平和っていうキーワードできっとつながってると思います。この活動を通して花歌っていうキーワードが皆さんの中に、そして世界中の皆さんの中にですね、思い出してもらえるきっかけになったら、私はもうそれだけで幸せだと思ってます。よかったら一緒に毎年ですね、この活動をしていきたいと思ってるので、応援してもらえると嬉しいですし、10月10日、よかったら一緒に花歌を歌ってもらったら嬉しいです。今日はありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございます。皆さんがね、癒されますとか、癒されましたとかね、コメントくれてます。はい。ぜひね、これ、今日のお話をね、大勢の人にお伝えしたいなと思うので、もしよかったらね、この動画残ってるので、Facebook にぜひシェアとかしていただけたら、本当に嬉しいです。ね、あとこれから、当日まで6日間、まだまだ仲間が増えそうですね、世界中から。本当ですね、鼻歌が歌えなくても、その場にいてくれるだけで参加の意義があるので、ぜひぜひ参加してもらえると嬉しいです。はい、ほんと、あっこちゃん、すごいね、10月10日、鼻歌の日、新しい日作っちゃいましたね。本当だ、嬉しい。素晴らしい。はい、ではね、今日本当に大勢の方に聞いていただいて、どうもありがとうございました。ユッキーにもね、すごく素敵な思いと、素敵な歌声を聞かせていただいて、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。はい。これね、後々多分動画で、録画で見てくださる人もいると思うので、その人にもありがとうございますとお伝えしたいと思います。はい。じゃあね、あっという間に30分、予定の30分過ぎちゃったので、今日はここで失礼しようと思います。ゆきは明日も明後日もまた同じ9時にライブ続けるんですよね。はい。はい、そうですね。夜9時に15分だけと言いながら20分ぐらいやってます。ありがとうございます。お母さんもありがとうございます。はい、じゃあ今日はこれぐらいで失礼しようと思います。では本当に皆さんありがとうございました。ゆきも本当にどうもありがとう。ではでは、ちょこちゃんありがとう。みんなありがとう。こちらこそありがとう。ではではまた。またね。10月10日に、あ、そうだ、言い忘れちゃった。10月10日私司会もするのでよろしくお願いします。そうなんです。司会してくださいます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。カミングフォーピース。